ドバイスをいただいて勉強になってるわけですね。はい。 AKB 仕込みのリアクションでミイラの間攻略なるか。あ、キューキューってなってきた。強い強い。あ、待って待って、ごほう。生駒さんといえば今高校2年生。はい、2年生です。じゃあ学校で漢字を勉強したりしてます？漢字やってます。はい。ということは大概の漢字なら知ってますね。大丈夫ですかね。あ、漢字問題だって。大丈夫？漢字が苦手な生駒さんでもわかる簡単な漢字の問題です。ミイラ製造機が作動します。いや問題。双角が三角の常用漢字、人名用漢字を7つ答えなさい。はい。3。3あと。簡単なのさ、僕言ってちゃう。あと、ね、三角ですよね。3とあと何だろう。あ、全然言えてないよ。あ、もうテンパって、わかんなくなっちゃった。帰ってこ、帰ってこ。今何個入れてんの？1個だけ。1個だけです。30秒前。第7つ。第5ね。口。9は違う。20秒前。9。11。あれなんだっけ。わかんない。10秒前。5秒前。4、3、2、1。わかんない。生駒さん、チャレンジ失敗です。全然ダメじゃん、生駒ちゃん。いや、冷静になったら大丈夫なんですけど。ちなみに、上って漢字知ってますよね。上知ってます。あ、下って漢字は上と下あるじゃん。あるじゃん、どこ。あとは土っていう漢字は。あ、では、生駒さんには私の仲間になっていただきましょう。おい。終始テンパり、たった1問という結果、生駒里奈、ファラオ像を獲得。チーム8、小田、念願の息相撲に初挑戦。さあ、じゃあ、なんすか、何小島。小田ちゃんって、あの歌が上手いから肺活量がすごいんだってどうすよ。あ、そうよ。もうじゃあ、小田、意気込みの方どうですか。はい、もう小島さんにコオロギをぶち込みたいと思います。はい、じゃあしっかりと加えていただいて、加えてね、大丈夫。と、ここで小島が、もうそれはもう話してくれ。ちょっと、どうした。ついた口の中で入ったんですけど。ついた。吹いてないよ。では VTR で確認。もうそれはもう話しちゃダメです。ちょっと、どうした。やはり小島は確実に吹いている。吹いた。違う悪いわ。違うの、どの手で動くのかなと思って、ごめんね。ということで仕切り直し。はい、すると、はい、加えて、でちゃんと加えて。どうした、小島、どうした。吹いた。小田、吹いた。吹きました。ここまではっきり言われると気持ちがいいね。それでは今度こそ待ったなし。しっかりと筒を加えてください。はい、怖い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 。さあ、いきますよ。発狂に残ったでいくから。はい、見合って見合って。発狂い、残った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 。勝ったじゃない。残った。両者譲らぬ試合から、最後小島が見事なうっちゃり。しかし小田がビビって口を離してしまったため、コオロギは入らず。そこで佐田が、やりたかったやもんな。食べたかったでしょ。はい、食べたかったです。セットが壊れる。じゃあ行きましょうか。負けたからな。はい、パクッと言いましょう。いただきます。マジで、マジで、本当に。
身長173センチ、その長身で的をガードする作戦です。 On your mark set。 スポーツになってきて、さあどこまで寄せていけるか。まさに理想の位置取りです。このことはできるのか。On your mark スピードで行っておいんやいや作品いった。果たしてどうか。作戦だったクイーン、しかしわずかにコースがずれました。しかしご覧ください、その様はスポーツというよりもはや斬新なアートパフォーマンスのようです。宝ジェンヌいった。横をすり抜けてしまった亮が、結果中心に近いのはわずかながら高橋です。さあそしてご覧ください、腰にまとった宝塚のプライドは見るも無残、予定に恥ずかしい絵面になりました。さあそしてご覧ください、腰にまとった宝塚のプライドは見るも無残、予定に恥ずかしい絵面になりました。さあそしてご覧ください、腰にまとった宝塚のプライドは見るも無残、予定に恥ずかしい絵面になりました。運命の佐藤一だ。これはいいんだ。入った。ヒロも的のセンターを捉えました。ぽっかり開いた的の中心に はい、じゃあ誰からいきましょう。夫人まずあなたから、はい、こちらから見えてん。いや今からこう開けます。ああ日本にないものとか入れてる可能性ありますもんね。この中にはこれが入っております。いやこれマジ夫人が入れてるってなると本当に、ね、手首持っていかれるような。夫人マジでそういうのやめましょうね。夫人ちっちゃい虎とかやめてください。本当普通はこれはもうね、あのたわしいぐらいのもんなんですよ。そうなんですよ。怖がらしておいて、はい、実はたわしでしたとかぬいぐるみでしたがバラエティーなんですよ。あ、そう分かってますよ、ね。はい、まあ、でも今回は夫人のもう、ね、レディーデビチャンネルですから。ガチじゃんみたいな顔してる、はいはい、目が涙ってんの。いやめっちゃ笑った。面白くて笑ってしまいました。もういやルール無用。ルール無用はダメなんだよ。ルールデビチャンネル無用です。何ビビってるの。マジのガチン毒サソリとかそうそうコブラとか。僕はも正直もう30年芸人やってますけど、夫人このパターンを俺初めて見た。もうほんま嫌や。なんだこれは。まあまあまあでもね。では花丸さんから。見る方は面白いですけどね。ねえ。あなたたち意外と怖がりな。いやいや怖いですよ。怖いのよ。怖いのよ。怖いのよ。はい。10秒ね。10秒。はい、10秒って何から10秒。はい、触ってから10秒。え、今から今から1、ちょっと待って。2、よう入れたな。ちょっとめっちゃまだたどり着いてる。5、めっちゃ怖い。6、7、どんな8。サソリ大丈夫ね。ちょっと待って、ちょっと待って、出てこないよね。あ出てこないよねって言った。わちょっと夫人ちょっと予想外の。ちょっと待って、でも生きてるのが確実で、出てこないってことはなんかやばい。そんなこと言っちゃダメじゃない。中に入ってるやつや。大吉さん、ダメじゃない。いやだってもう今そんな。じゃあコブラやん、コブラ、壺からの。そんなに噛まれて、俺らがブーってなって、あとに死んだわねとか言う。まだ死んじゃう。そんなチャンネルいらんで。さあじゃあ、はい、10秒ですよ、はい、俺マジで怖いっす。夫人これマジ怖いっす。もう俺嫌もん。夫人ちょっと待って。1、2、3、4、下の方に5、
6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、9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 8、89、90、91、92、93、94、95
って待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 って、え、何系？蛇やったら絶対嫌や。蛇は絶対やめて。不審っぽいな。蛇をやめてほしい。蛇はもうダメだ。絶対無理なんですよ。蛇は本当にダメなの。不審、こいつはもう無理なんですよ。蛇は。でも蛇じゃないです。であ、じゃないじゃない、なんか多分違う系やわ。指持っていかれるタイプ、グーの方がいい。俺の感覚は大悟、あれちょっと待って、おい、ちょっと待って、もう触れよったな、わし今。もう手突っ込んだね。もう手突っ込んで、ここになんかおったぞ。はい、2、これ、ここおるもん。あれ触ってる、ここいますよね。大吉さん触ってますね。7、触ってるんだ。なにこれ、8、ここか、9、針、10、はい、そこまで。怖い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 。あの、水野のグローブみたいな。何だ水野のグローブ。革の紐みたいな結び目みたいなのがあったんやけど、もうだって、でもちょっと待って、手入れてここにおったよ、この高さにもうおったよ。あのね、下にもあんのよ。下にもあんのよ。右手だけ、左もいかない。あなた右手だけっけ、しなんか下もあるから。なんでわし2回しちゃう。いやいや、左の手使わなかった、さっき。右手ばっかりいってるから。あの竜、2、ドラゴン、後の竜、3、ドラゴン系やわ。4、何なの、5、ヘビじゃない、6、触ってますね、7、8、もうちょい、もうちょい外、おった、9、おったな、こいつだな、10、はい、そこまで。ああ、ワニだ、ワニだ。ワニ入れてる、この人怖い、この人ワニ入れてる。若手芸人の手首来てもええや思ってワニ入れてるわ。小さいワニのボコボコがあったもん。何がほんま正解なんじゃ。じゃあ正解の方、まあみんなでこう見てみましょうかね。いいですか。さあ、お三方、デヴィ夫人はこれを入れておりました。うわー、怖っ。うわー、何あれ、何してんの、何してんの。うわ、夫人。